ここに彼女出てるから、この動画ブックマークしといて。ここに彼女出てる。和道ゲームって何？そうだね。俺の彼女も香川におっぱい使用済みにされてるからおっぱい使用済みの彼女だよ。そうそうそう、あれ面白かったよね。あの動画の伸びやばかったもん。めちゃめちゃ再生されてるよ。緑庵の電話爆笑しました。喜ぶわそれは彼女。うん、まあなかなかなクオリティでちょっと良かった。しかもね、結構軽いんだよ。もっとずっしりするかなと思ったら軽めになってるから首に負担かかんなくてすごくいいよ。もっと重量感出ちゃうかなと思ったの、全然軽い、うん、だからつけてても全然違和感ない。重いのも好きだけど、結局首凝るんだよ。トップが重いと。だから、シドビシャスの R のネックレス、南京錠のネックレスつけてたことあるんだけど、肩こりが半端じゃないのよ。めちゃめちゃ重たいの、南京錠って。だから今回のはね、すごい全然つけてても違和感ないね、全く。これ街中で声かけられるよ。え？和道さんですか？って言われるよ、これつけてたら。ああ、和道のリスナーだけど、ドヤ顔できる。高級感あるでしょ？のんたん携帯で配信見てる？知らん。見てたらコメント打つんじゃないの？最近俺の放送覗かなくなったね。俺後ろ見てねえじゃん。わかんないよ。仕切りがあるから。自由主義だね、俺は。のんたんお菓子好き？知らん。知らん、知らん。俺はいつまでも自由にいたいよね。自由が売りだよ、この放送は。俺が自由じゃなくなっちゃったらもう終わりの時だよ。俺が縛られたらもう終わり。ワードイコール自由だよ。フリーダムだよ。フリーダム。いやでも無事完成してよかったわ。聞いて、のんたお菓子好きだってミュールが。うん、あんまり食べないってお菓子、あんまり食べないらしいよ。じゃあキャスのリスナーにも告知してあげないとな。ニコ生で告知をもうやったからキャス行こう。この枠終わったらキャスのリスナーが欲しがるぜ、キッズたちが。俺のネックレス俺もつけてえわっつって。うん、おおむね好評でよかったわ。ダサいって言ったやつ全員 NG にぶっこんだけどな。考えられねえわ。
俺が手作りで作ったグッズを出せとかいうやつは俺の放送を見るべきじゃねえわ。価値観の違いがすごすぎる。俺のハイセンスについていけないリスナーはダメ。和道クオリティについていけないとね、やっぱ。キャスやろうかな、どうしようかな、腹減ったんだよな。のんたん腹減った？お腹空いてない？マジか、マジか、予想外の答えだったな。まあしょうがないよね、減ってないもんは減ってないからね。ポカリ飲もう。いや結局ダサい生き方してるやつにはこのかっこよさわかんねえから。かっこいい生き方してたらこのネックレスのかっこよさわかるから。俺をダサいって言うやつはね、クソダセい生き方してんだよ。ダサいやつには分かんないよ。ねえ、腹減ったね。そう、分かるやつに、価値が分かるやつにだけつけてほしいから。そう、価値が分かるやつだけにつけてほしいの、俺は、うん。もうめっちゃ憧れるぐらい欲しいっていうやつにつけてもらいたい。もう一生もんだわっていうぐらいのね。家宝だわっていう。結納に使うぐらいだよ。もはや。アップで見せて、はーい。ツイッターにアップの写真載せてるよ。はい。こんな感じ。まあロゴマークが入ってる感じだね。金属にはめ込んでる感じだね。うん、お疲れ。いや、もう、ニコ生や、終わり。お疲れ。キャス行くわ。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんだよ、もう。